はい、ということで皆さんこんにちは、吉田成政です。はい、今日はアップがバンバンいきます。アップバンバンいきます。ノーカットでいきます。はい、ロッテレリアさん、これも買いたて、本日発売って書いてありますけどね、どうなんでしょうね。バジルタルタルエビバーガーですね。はい、バジルタルタルエビバーガー、本日発売と書いてありましたが、早速キャベツが出てます。こういう感じですね。はい、見ますかね。ほうほうほう。おー、キャベツタルタル、そしてエビバーガー、エビなんですね。はい、さあ、まあ行ってみましょうか。行きます。今日こっちからですね。うん、うまい、うまいな、これ。本当にハンバーガーうまいね。かすごい。うん、なんだろうね、やっぱね、ソースとこのパティ、まあ今回はエビのパティですけど、まあマクドナルドもそうですよね。やっぱね、究極ですね、食品としては。うまい、もうとにかく。あ、このエビのプリプリ感が来ましたね、今。うん、単品で350円、まあクーポンとか使うとね、もっとお安くなると思います。はい、ブラックタイガーらしいですね、こちらね。はい、うん、うん、あ、なんかバジルソースにナチュラルチーズを使用してるそうで、なんか非常にナチュラル、ナチュラル、そのまんま、そのまんまでしたね。うん、まあエビはすごいプリプリしてて、でサクサクしてますね、あの衣がね。うん、バジルソースも最高だし。うん、これレタス、あれかな、これ何、細かくカットしてないのがダメなのかな。うん、まあこれはこれで美味しいですけどね。はい、うん、やっぱファーストフード、ジャンクフードはかぶりつける美味しさがありますね、ここ。あ、エビが見えますかね、エビが。ねえ。今 iPad を利用して撮影しております。iPad か。編集なしでいきますかね、これ。食べきっちゃわないとですけど、これ。うん。いつもはね、こう。ムービーカットをさせていただいてますけど、今日はノーカットでいきますね、これ。デルモンテナムスイーツ、ナムで最初いただきます。うん、ほのかに甘いんだよね、これ。うん、砂糖不使用ってことですけどね、ほのかに甘い。やっぱね、あの、何かな、白砂糖のね、甘さじゃなくて、本来のね、果実からといった加糖っていうんですかね、その美味しさが一番いいですね、体のためにもね。はい、うん、うん、うまい。やっぱ買いたて、出来たて、グッて、曇ってますね。明日晴れるんでしょうか。ということで、本日ご紹介したのがロッテリアさんのバジルタルタルエビバーガーでした。美味しかったです。バイバーイ。多分またすぐ会うと思うけど、バイバーイ。